はい、皆さんこんにちは、マジカルエミリーです。はい、今日はちょっと店内からね配信しているんですけれども、夏至がねもうじきやってくるということでね、突然さっきメッセージが来たからね、ちょっとね神社参拝に行こうかなと思いますので、海外ロケしていきます。レッツゴーですね。はい、いつもはね築地駅から行くんだけど、今日はお店からスタートします。じゃあ皆さん一緒に行きましょう。本当にね、場所がね、波よけ稲荷さんに行こうと思っていますので、10分くらいかな。ちょっと歩いていきましょう。グリーンがね、綺麗。見えないか。今日は暑くなくてね、ちょうど良かったかもしれない。なんかね、これから始めようと思ったらね、急にちょっと龍神様からメッセージが来たので、ね、今日は、参拝に行きます。ね、築地本願寺が見えてきたので近いです。もうじき着きますよ。城外に入ってきました。立ち寄らないで行きます。波岡さん行きますよ。少し早足。なんかちょっとね、雨がね、ちょっとなんか雨がパラパラ降ってきたので、早足で行きましょう。早足で行きますよ。今日リュックです。やっぱもう最近リュックね、楽なリュックとスニーカー、これ一番ね。そんな新しくできたね、動画したいか。ちょっとね、なんか買い物するときに便利ですよ。少しのもの、あんまり大量じゃなくてね、お一人様とか、そういう方に便利ね。場外のお買い物って事故か大量なんですよね、一つのお買い物が。さっきのね、魚河岸会館は少しこうちっちゃく販売してくれているので、それもいいかと思います。雨が降ってきました。さすが龍神様ですね。龍神様は雨を呼びますので、やっぱりメッセージ通りですね。なのでね、神社参拝とかいろんなそういう気のいいところに一つに行った時にね、あら、お天気悪い、雨だわっていう風に思わない方がいいですよ。まあ呼ばれたんだなっていう風に思ってくださいね。もう着きます。ね、グリーンの方見えてきました。グリーンの森がね、波よけ稲荷さんです。ちょっと最近ね、私も来てじゃない、来れてなかったので反省ですね。なのでちょっとご挨拶ということで呼ばれたのもあるかなと思います。はい、着きました。波よけ稲荷さんですね。ちょっとご参拝してきますね。ちょうど大払いをしていますね。していきましょう。正面見て一致で左足上です。やってきます。左足正面戻ってきて、一致そのまま左足をまっすぐ進みます。はい、波よけ稲荷さんご参拝していきましょう。
本当、おはぐろそれぐらい。これ、おはぐろの獅子の赤い方ですね。こちらもご参拝しましょう。見えますか、リュウさんがね、口からお水ね、出てます。ここにね、ヘビ石さんもいるんですよね。そこにもね、おはぐろさんいらっしゃいます。はい、それではね、一礼します。ありがとうございました。はいね、ご参拝終わりましたね。すごくね、今はね、すがすがしい気持ちになっている感じなのでね、雨も降ってきたからね、ちょっと足早に帰りたいと思います。皆さんもね、一緒にご参拝できたらね、いいかなと思いましたのでね、夏至をね、迎える前にちょっとね、心を洗うということの浄化ね、お近くのここを今私は浪江町稲荷さんにね、来ていますけども、もし機会があったらね、どっかどっかの浄化しに心を洗うためにね、神社にご参拝されるのもいいと思いますよ。はい、じゃあちょっとね、雨だけど少しだけ場外散策しながら帰りたいと思います。色、乾物とかね、こういう道具もいきますよ。卵焼き屋さん、その反対がさっきのね、産業会館、いろんなちっちゃいお店がたくさん入ってます。あの中にね、結構雨降ってきたな。ちょこっと見たりとかだけ見て帰りましょう。あんこは売り切れですか？あ、2分ぐらいで。2分ぐらい、あ、そしたら、はい、どうしようかな、待ちます。はい、ありがとうございます。はい、7個、はい、ありがとうございます。はい、このあんクロワッサンがね、美味しいです。まだ今ね、焼きたてを食べてるけど、うわー、降ってきちゃったな、これ降ってきちゃいましたね。なんかもう大丈夫かっねえ、はい、どうも、はい、石ですか？あ、これはあの隕石に近いガラスでできているんですけども、天然ガラスですね。あ、天然ガラスなんですか？はい、そうなんです。重くはないんですか？持たれて、ちょっと濡れてますけど。あ、ちょっとこういうのがね、そうですね。なんかこう、はい、火とか、なんですか、体に動かすと、なんかこう、パワーが出るとか。そうです。宇宙とつながる石とは言われて。そうなんですね。アンダラクリスタルって聞いたことありますか？ないですか？そうなんですよ。なんかそういうのあれされてるんですか、いっぱい腕にも。そうですね。あ、そうなんですか。はい。はい、よかったらどうぞ、築地でお店やってるので。あ、そうだね、分かりました。でもそういう天然のはいいですよね。そうですね、やっぱり自然のパワーというか、力もらいますよね。はい、違いますよね、作られているものとは。そうですよね。それぞれ何かあるんですか、全部？そうですね、意味合いがあったりしますので、あとはその時の自分で決めるから。はい、ありがとうございます。何かでこういうのがいいとか、毎日変える感じですね。ごめんなさい。どうも、いいえ、とんでもないです。ありがとうございます。じゃあ帰りましょう。ちょっとね、雨が強くなってきちゃったから帰るかな。ここだけ寝たいだから、どこに帰ってたのかな。肉まんを5個ください。ありがとうございます。なんかね、途中でバッテリーが切れちゃってね、なんかすごい買い物をしてしまいました。私とてもすごい買い物をしてしまいました。ネギ、ね、ショットですよ。
本願寺に帰ってきましたよ。今日はね、今日はどんよりしています。今日はたくさんのお野菜を買ってしまいました。お野菜と肉まんと、あとね、あんこのクロワッサン、築地場外で有名なんですよね。それをね、焼きたてに買いました。で、ちょっとね、お裾分けで立ち寄りしたいと思います。じゃあ、築地本願寺の目の前のビルね、で、このビルのね、4階さあ、何でしょう、どこでしょう。1階にはね、たい焼き屋さんが入ってスタバも入ったりしてます。1階スタバが入ってるビルのね、4階なんですよ。裏側に行ってみるって出入り口、大工ビルです。大工ビル行きます。4階、じゃーん。私がお世話になっているネイルサロンのリールさんに来ます。ちょっとね、クロワッサン出来たてだから皆さんにね、召し上がっていただこうかと思って、ちょっと完全にびしょになっちゃったけど、行きたいと思います。撮影してます。あのアイリストの中村さん、いつもお世話になってる中村さん、お願いします。ちょっとお裾分けで。とんでもないです。じゃあ、実はクロワッサンを買ってきたんです。なので、これ出来たてなので、ちょっとしなしなになってますけど、ちょっと湯気だけ気をつけてあげてください。あんこのクロワッサンです。お邪魔しました、お仕事中。またね。じゃあまた。うちにお届けできてよかった。じゃあお店に戻ってオープンしないと。やば。お店からね、めっちゃ近いんですよ。結構3分ぐらいかな。はい、ということで帰ってきました。お店に帰ってきましたね。ちょっと雨に降られた感じでしたけども、帰りはね、落ち着いて、龍神様のやっぱりメッセージだったんですね。もうね、天気予報では雨降らないって言ってたのに、急にバーッとね、降り出して、皆さんね、お買い物してる人もね、おかしいな、天気予報と違うよって言ってたぐらいだったので、まあね、メッセージ性があったのかなと思います。ね、夏至を迎える前にね、皆さんもね、何か浄化をすることされるといいと思います。ね、私の方でも一斉で今回特別でね、企画で、浄化とヒーリングっていうのを、企画いたしましたので、よかったらね、申し込んでみてください。ね、すっきりした体の中をクリアにしてからね、夏至をね、迎えて、この転換期になるので、ターニングポイントになる夏至、とても2022年は大事になりますので、皆さんでね、それは太陽エネルギーっていうのをたくさん自分の中に入れて、これからの人生をね、ハッピーに豊かに、そして楽しい人生、自分に合った人生っていうのをね、送っていけるようにエネルギーチャージをして、頑張って皆さんで行ってみたいと思いますので、サポートさせていただきます。はい、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。マジカルエミリーでした。ちょっと杖がなかった。バイバイ。